お疲れちゃんスラットです。今日ですね、バランス調整がおすすめデッキということで、まあ、間違いなくね、今シーズン強いであろうデッキをね、一つ紹介していきたいと思います。ということで、バランス調整が来ましたね。はい、まあ、前回の動画で軽く説明したので、まあ、この辺はね、飛ばします。ということで、おすすめデッキが、こちら、ロイジェイです。はい。まあ、間違いないですね。もう、前シーズン、前々シーズンぐらいからかな、もうずっと強いので、まあ、それが強化されたので、まあ、今シーズンはね、当たり前に強いです。ということで、マザネクスケキンのロイジェイです。で、墓石なんですけど、前まではね、スケルトン部隊でした。そう、スケルトン部隊でもう最強だったんですけど、今ね、墓石です。で、理由はですね、単純明快、はい、エレジャイです。エレジャイが、もう壊れてますね。はい、エレジャイが強化されて、使用率もですし、勝率ももう爆上がりしてて、まあ、そのエレジャイに対して、まあ、トリトン、ザッピあれば優秀なんですけど、もう強すぎるので、トリトン、ザッピーだけだとちょっと不安だよねの施設ですね。はい。墓石プラスのトリトンだったり、墓石ザッピーあることによって、より環境にもね、刺さる。最初に墓石を受けて様子も見れるっていうので、すごい戦いやすくなったと思うので、まあこのデッキだったとマザネクが強化、攻撃速度がすごい上がったよねと。で、ウッドがダメージですね。タワーダメージ下がりましたよと。まあそんぐらいですかね。まあでも十分、もう余裕で使えますね。このデッキ自体は。そう。で、あと、ウッドが、加砲、まあ、加砲されたんですけども、あ、来ましたね。はい、エレジェイ。これ今、マルチジョイも、マジ、なんだろうな、データ見れるんですけど、ロワイル API っていうサイトでね、デッキの使用率とか、もう、エレジェイ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 。で、たまに違うやつ。エレジェイ、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 みたいな。ふふふ。エレジェイしかおらんやんけっていうぐらいエレジェイなんで、ガチでね、こいつやばい。7コスかよっていう、ガチこれ8コスで、なんもなんか違和感ないというか、8コスでいいやろっちゅうぐらい本気で強いんで、もしかしたらなんか緊急加砲もまあなさそうだけど、まああってもいいんじゃないっていうぐらいの強さですね。はい。さあ、ということで、まあウッドの話をしてましたね。ウッドはね、気づきました。打倒です。今までが多分強すぎて、なんかそんな気にされなかったというか、なんだろうな、そんな注目されてなかったんかもしれないけど、あ、やばい、待って、やばい。マジやばい、待って、やばい。やばい、やばい。ゴルナイ13野郎に、しばかれる。うまくね、今の。ちょっと待ってね、今のは、うまいし、やばい。押されてる。エレジャイに勝つための墓石なんですよ、これ。そう。で、これに勝てなかったら、もう僕がこの動画を上げてる意味がないんですよ。そう。ザッピーとトリトンと墓石でエレジャイに勝つんです。勝たなきゃいけないんです。さあ、まあ、ザッピーからのロイで攻めて防衛にコストを使わせたところをトリトンで美味しく守りたいですね。いや、それうまいな。で、ウッドの話してましたね。マジ記憶がさジジイすぎてさ、やばいんだけど、なんかね、結局タワーへのダメージ低くなったとって、やっぱりウッドのノックバックとか、なんだろうな、やっぱ2コスで、ね、一応ダメージ稼げるとか、まあ、細かい点含めると、結局めっちゃ強い。うん。結局めっちゃ強いってことが分かったので、なんかもう、妥当だなっていう感じですね、本当に。これでね、ちょうどいいぐらいだなっていう。逆に下方あってよかった。これなかったら本当にウッドがもう、これから一生ね、見ることになった。よいしょ。さて、これは、また墓石とか置いて。これやっぱしっかりね、こういう、なんだろうな、やっぱ形組まれて、トルネゴルナイライトニングとかされると、なかなか防衛きついよなっていう相手には、しっかり攻めて、ね、そっち側を攻めてあげて、コストを使わせるというか、エレジャイ？ね。やばい。これやった？やったように見えるが、結局は、ザッピーくん。ザッピーくん頑張れるよ。ザッピーくん頑張って、あぶねえ、芝取りとん、あぶねえ。いや、マジで、やばいね。うまい。ハシマンエレジェイが。で、これは、まあ、しっかり止めて、トリトンをね、読まれるかな？めっちゃ読みにくい位置に出しちゃう。これ。めっちゃ嫌な位置じゃない？この位置。よいしょ。さあ、で、ライト、てかもう、ハイボーテスラに打って、
トルネード使わせてって感じかな。わー、いいトルネだ。マジで。これ、ブーに。ブーになれ。ブーに。いやー、いい豚だ。なんなら、おかわりブー。これマジで、ボス席じゃなかったら、行かれてるかもしんないな。ほんとに。さあ、こういうところも一旦置けるんで、熱いよね、と。これも行き得じゃない？高回転だって、ファイブウッドで、削って勝てそうな。ね、で、ここで攻めてきても、結局、ザッピートリトン突破できないんでね。よいしょ。そして、まあ、気づけば、ファイボ圏内と。で、ゴルネのダッシュだけ気をつけてあげて、ヒー、ヒヤヒヤすんな、これ。エレジャイ、いや、エレジャイと戦う日が来るんすね、また。久しぶりすぎるな、対エレジャイね。いや、でもエレジャイは、まあ、このロイと同じようにめっちゃ流行ります。でも流行ってるんですけど、両方。流行ってるんで紹介してるんですけど、まあ、施設トリトンであったり、施設ザッピーがないとエレジェの防衛はマジできついと思うな。ペッカとかいても、結局、なんかブッポされて負ける、よくあるので、エレジェに対しての優秀なカードは、まあ、施設トリトンですかね。さあ、ファイスピクエクとか、ロイホグか、白域か、まあ基本的に施設が絶対デッキなので結構相性が悪いやつを引いちまいましたね。さあちょっと低め低めでいきましょうか。さあ来たね。一旦これはさすがにファイボかな。ファイボのエイムが怪しい。ピピピ強い。アチャクイロイホグ全然シーズン最強デッキがまだ生きてる。デリバリー、あー、これワンチャンさ、どうだろう。生き毒ロイジャイ。逮捕いないんすよ。行ってもいい気がすんな。で、デリバリースケウッドで防衛してくると思うので、ウッド打って、あー、着衣か。消える。あー、まあ、消えてくれなら全然いいっすね。強い。さあ、誰だ。でね、エレジャイが強すぎて、本当に強すぎて、だからエレジャイの形が多分何でもいいんでしょうね、もう。だから、キョスケエレジャイとか、ペッカエレジャイとか、エレジャイロケットとか、エレジャイミラーとか、なんかもう、すごい、なんか万能カードになってる、エレジャイが。そんなことあるっていうぐらい、なんか全てのカードと合うね、カードに成長してました、エレジャイが。そんなことあるんだっていうぐらい。だからね、4コスとか3コスとか、それこそ8着位とかゴルナイが、すべてのデッキに合うみたいな、まあわかるんですけども、7コスのエリジェイが、何でもカード合うよっていう風になっちゃったら、ちょっとやばくねっていう話なんですよ。いや、うまいな、それは。いや、いいよ。しかもこれ、ブーブー祭り来た。これ、結露だな。結露しなきゃ勝てません。僕の攻めがなかなかやっぱ通りにくいので。からの。しっかり逆もね、これ攻めていきます。この逆大事っすね、結構。で、スキルも使いながらの、右か左に、どっちかにロイジャイ。で、大砲は、ウッド打ってあげるか。圧着衣のスキルを使わせたいので、ザッピー出してあげる。いや、うまいな。ダメージがマジで、イーブンだ。さあ、でも、クエイクとウッドの削りがね、前と比べて減ったことによって、今までだと多分僕もね、多分1900ぐらいしかないんですよ。そう。だから、それは救いですね。結局2周目ロイぶっ刺すしか多分ないので勝ち筋。よいしょ。さあ耐える。いやでもこれ、いやそれちょっとやってない相手。それ結構やってると思うんですよね。相手の防衛が天才的にうまいと。話は変わりますけど、
ブー、いやーいいね、左がめっちゃ入ってる。よしよしよし、結局こういう相手にはね、結論なんでね。で、僕は豚を刺されることが負け筋だと思うので、まあこの辺固めながら、これは消えるんで5っちょ、高め高め出しとけば、まあ相手はね警戒せざるを得ない。で、サスケ金のソウルコール使って、大砲が竹を、いい大砲の竹がスケルトンに行ってるの、めっちゃいい。で、圧着処理して、はい。で、マーザネクの攻撃速度がちょっと上がってるのは、あんまり気づかないかもしれない。まだちょっと速くなってるんですよね、本当にちょっとだけね。ナイス。まあでも一つ言えるのは、相変わらずロイジェは強いっていうことですね。だからロイジェが弱かったシーズンってあんまないんですよ。まあめっちゃ昔ぐらい、多分ここね、ほんと2、3年ぐらいずっと強いのよね。だからこれでも下方入ってる方で、そう、定期的になんかロイジェ下方されてる気がするんだけど、もう一段階ね、予約しなきゃね、強すぎるよねっていうのがロイですね。そうだからロイは使えといて損ないしな。ロイジャム結局中身なんでもいいんですよ。マゾネクないならハンターでもいいし、ザッピーないならコウモリとかでもいいし、ファイボじゃなくてもライトニングでもウッドじゃなくてもタルババでも墓石でもゴボリでも何でもいいわけなんですよ。そう、まあ、ロイジャム強いのは結構そこにもあるかもね。形が読めないっていうゴーストだったりとか。いや、マゾネク下手。さあ、で今回の相手のデッキはなんだ、この可愛らしいユニレベが可愛いな。ホグか、これ。プリンコウモリ、ホグっぽいな、これ。ホグだったら、スキキンゲーできそうだな。ミニペ？いやー、めっちゃうまい、コウモリ。うわ、やばい。それやばい、マジやばい。さすがにそれは、いい防衛をされたので、許容で我慢です。さあ、高回転コウモリがちょっと嫌かなーって感じかな。まあでもこれはね、相性はね、全然悪くないですね。もうプリンセスにウッド打って、コウモリにはしっかりマザネクをね、当てていきたい。そう。絶対ね、一回流れ掴めばもう勝てると思うんですよ。その流れを掴むまでに、大ダメージ受けると最後6削りで負けちゃうので、そこだけかな。ケツスキキンもちょっと怖いけど、まあロキ撃たれたら撃たれたで、その後で、その後かな。さすがに耐えたい。引っ張るよ。よし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 。まあここは攻めるんじゃなくて、おお、そういう感じの防衛になるんだな、新しい。さあ、耐えですね、今は。流れは絶対良くなるので、後半俺の方が。これもうめっちゃ遅めコウモリが来んのかな？ミニペか？でもミニペ相手は使いたくないんですよね。そう、僕はロイジェを持ってるので、そう。これで、俺が出せば、まあ、マザネク用に、マザネク用やね。あ、これか。これ、コウモリ用に。そうそうそう。いい。これをしていくと、絶対俺の方が相性がいいんですよ。こっからはね。で、プリンがめっちゃ低いので、5打って。よしよしよし。まあ、マザネクの2とか出てますよね。強化されたんだから、しっかり頑張ってくれよ。お前は強化されたんだからね。攻撃速度が速くなってるんで。豚にする量がね、今までより気持ち多くなる。おい。さあ、で、ザッピー展開。いや、これ繰り返すだけっすね、もう。こうなったら。大体だからもうミニペッカを2周3周頑張って回すのかな。わかんないけど。これはでも美味しいもん。で、まあさすがに生き毒。デスケキンのスキル使って、まあミニペッカ来ても終わりだよねというので、もうこれはね、でもマザネクトリトン、まあスケキンの強み。まあ別にスケキンがキョスケとかでも同じだと思うんですよ。キョスケマザネクトリトンとか。このロイジャー以外での攻めっていう部分で、
有利を取っていくっていうのが大事かな。さあよろしく。意外とね、ロイジェイデッキもね、ロイジェイ以外の周りが強いみたいな、なんかよくあるじゃないですか。三重四デッキで三重四出さずに勝てそうみたいな、まあ、それと同じでロイジェイデッキも、まあ、このデッキだとスケキン、マザネクトリトンで、他だとゴースト、高回転ゴースト、そうゴーストとか、もうゴーストで攻めまくるとか、まあ、キョスケトリトンハンターで攻めるとかみたいな感じで、まあ、ロイデッキの強みの一つはですね、結局その他が強いので、他でなんとか生計立てられる。さ、スキル使ったら全部ただよ。おい。さあ、相手はひよって防衛発撃。俺もひよって墓石。まあ、これは、どうする？ああ、さすがに、ロイこれに出すのはちょっと怖いので。ケツザッピーからの、引っ張りゲーからの結構有利な展開になりそうだな。で、全部ユニットを延命します。で、ガバムレには速ファイブ、若いよ俺、対応若いか、これはどうですかそんなか、そんな若くねかったか今。いやでもこれはブーブーチャーンス。さあ、前よりも攻撃速度がちょっとだけ速くなってんだな、わかんねえ。でスケキン結構渋いですね今回の相手さ、多分ファイボがないのよ。多分ウッドがやなめだと思うので、低め、俺の陣地のマザネク自体は多分最強クラスだと思うんで、そこ大事にやっていきたい。さあ遅めに、やばい、ウッドが1レーンずれてる気がした今。さあ、まあこれはね、ロイがね、なかなか刺さんないので、結構大変な試合になりそうですね。ロイジャーって迫撃法に相性が悪いんですよね、マジで。一生防衛迫撃されると、もうダメージが通らなくなっちゃうんで、これ。こうなると、お前どうやって勝つねんっていう話なんでね。さあ、まあでも気合で引っ張れ、熱い、それ熱いな。トリトン、もうちょっと早く引っ張ってほしい。広い、いやー、いい穴あめだ。危ない。さあ、まあ耐えっすね、結局耐えて、これに対しての結論はね、めちゃくちゃ微妙だと思うんだよね。ムートも合わせられるし、まあ攻めなくしてくれたらすごいチャンスですよね。やばい、一番大事なマサニクだけはね延命したい。これも結構流れ良さそうだけどな。ファイブ打っちゃう、ウッドまで打っちゃう。やばい、ガゴムレやめてーと思ったら、やばい、これやったっすかね俺。いやでもマサネク強い、いやガチで強い、お前本当に天才、天才だわ、本気の天才だあれ。熱い、マサネク攻撃速度がさ上がってる分さ、陸受けカバーが優秀になってる。え、てか待って、右サイドめっちゃダメージ入ってんだけど。うわマジで、ママ最高すぎる。うわ透明なブー、オッケー、俺も絶対負けたと思ったわ。なんか今までのマズネクだと、なんかガゴムレ頑張って溶かすんだけど、豚にするスピードよりもガゴが迫ってくる方が早いのよ。そうだから結構押し切られるとかがあったんだけど、なんか今ね結構高回転のマザネク豚が、豚野郎たちが頑張っていけねえになってて、マザネク残ってみたいな。やばい、誤差だ、多分すごい誤差なんだけど、その誤差がやっぱねクラロワではめっちゃ大事みたいな。さあナイス、マザネクよく耐えたし、気づいたら右めっちゃいってたな。いや、やっぱザッピーはね、もしかしてレジャーだった時に困るんで取っとくか。さあタルババダックプリは、
これなんだろうね。ああ、わかんないや。まあまあ、真ん中、これめっちゃ最強だからな、結局。ザッピーセパからの真ん中トリトン。ザッピーセパからの真ん中施設。相手も笑顔になってんな。幸せだよな。こんなボコボコに守られて。いいことや。やばい。よいしょ。これもう一回笑顔が飛んでくる。あはい。なんかそんな気がしたな。ああ、もう2回。もう3回。ナイス。いいやん。幸せになってるやん、クラロワで。わからせだな。これなんだいって、ペックラム。ペックラムマザネクかな。うん。まあ、ロイはさすがに行くのは怖いので、耐えかない。はじめペッカは、さすがにこれ来れないと思うんだよな。来たらもうヤクザだもん。ああ、インドラミンだ。まあ、ファイボ使ってるんで、この低めマスネク最強。いや、回ったか、これ。さあ、気をつけながら。これはでも、めちゃくちゃ結構、チャンス。で、相手これ、ペッカじゃないですか。あー、いや、これでも、やばいわ、これ。普通にやばい。やってるかも、俺。この天才ダックプリがいる。まあ、気合の耐えか。結局ね。クラロワって気合で耐えることがもう一番多いから。ああ、もうこれ美味しいですね。マザネクリファイブったらもう、ザッピーっていう最強キャラどうすんのってなるんで。これ、右と被れ。いやー、被んないか。まあ、ユニット次第ではファイブだけど、残れ。いや、このトリトンいらんかったな。もっと低めで受けれたっすね。いやー、これはちょっといいケツペッカ来たっすね。スケキン出して、墓石も置いて、まあ、どこにファイブが来るかっすね。普通に。普通のファイブが来ました。さあ、これザッピー結局最強なんだよ、これ。何回この光景見たことかっていう。で、スケキンも1より行く、ケイ。まあ、やや許容できる、これ。気づけば、右がえぐい。で、この右にコスト使うと、左側ね、どうすんのって、インドラ5打てばいいですね、これ。マザネク5で、インドラをしばき倒します。いやー、手前にすればよかったか。いいエレキだ。あ、ブーブーチャンス来てる。熱い。いけ。ブー。もうちょっとだな。終始笑顔がたまらんすね。おれ、どうだ。あ、これブー。熱い。ファイボウッド圏内なのか、呪文が怪しい。わかんねえ。あんまり、ザッピー出すとファイボでいかれるので、我慢して、マジでわかんねえな、これダメージ。いや、ファイボ強っ。270万だ。オッケー。さあ、これ墓石結構いい味出したっすね。スケブから墓石になったことによって先行きもできるし、まあなんかいい感じでしたと。はい、いうことで、めっちゃ強いわ。ね。ゴリゴリ連勝でございます。まあこのデッキ本当にね、もうずっと強いので、今シーズンも間違いなく強いので、もうデッキパワーが違いますね。そこら辺のデッキと。はい、皆さんぜひね、こちら使ってみてください。よければチャンネル、高評価もお願いします。では、お疲れ様でした。